阿蘇市赤水の阿蘇火山博物館で、もう一度阿蘇を知ろうと題した講座が、令和2年6月1日から7日まで開かれています。6月2日の講座には、地元のホテル関係者ら7人が参加し、まず、阿蘇火山博物館の池部慎一郎館長が挨拶しました。講座では、阿蘇火山博物館の永田光輝学芸員が小麦粉や風船を使って阿蘇カルデラができる様子を再現した実験などを行い、阿蘇には昔富士山よりも高い山があったことや、阿蘇のカルデラは過去4回の噴火によってできたことなど、阿蘇火山について解説しました。この講座は阿蘇火山博物館と阿蘇ジオパーク推進協議会が世界から見た阿蘇の特徴やどうすごいのかをきちんと知ってもらい、阿蘇を訪れる観光客への正しい情報提供に活かしてもらおうと開催したものです。新型コロナウイルス感染拡大防止のため少人数で開催されていて、博物館の展示コーナーなどをおよそ1時間かけて見て回りながら学芸員の解説を聞いていました。カルデラの成り立ち、そういったものも含めてお客様に説明をしてお話をして興味を持ってもらって、でお帰りの際には火山博物館でっていうようなご案内をできればなというふうに思ってます。